九条八幡駅は岐阜県九条市八幡田町東西にある長良川鉄道腰火南線の駅である。駅番号は25。九条市の代表駅であり、腰南線内においても列車運行場のようとなっている。2015年3月の文化審議会で開設当初の姿を残している駅舎本屋などの建造物が有形文化財に登録するように答申された。端式。 島式2面3線ホームの地上駅で、トイレも改札内外にある。駅舎側が短式ホームで、2つのホームは古典橋により結ばれている。ホームの側面は玉石積みの構造が残されている。駅舎は開業当時の建物を数度の改修を経ながら、使用している本屋のほか、信号関連機器を保管していた明かり室なども残されている。駅舎内で、 少南戦時代に実際に使用した鉄道用品などを展示していた、ふるさとの鉄道館、駅舎に隣接して営業していた、喫茶店、アジサイの花はいずれも、駅舎リニューアルの際に閉鎖され、その場所は観光案内所やカフェ、売店となっている。駅の北側で吉田川が、長良川に注ぎ、吉田川沿いに、九条八万の島市街地が広がっている。当駅は、 市街地からやや南に離れた長良川沿いに位置する。駅前から市街地を巡回するコミュニティバスが運行されている。駅前の東側を通る岐阜県道327号8万停車乗船、九条市八和田町上南町にて、九条市自主運行バス白鳥交通8万バス、岐阜バス、ありがとうございます。